痛風、痛風、痛風、カウトとは、尿酸が体内で積出して結晶ができることにより、関節炎などをきたす疾患である。背景には抗尿酸血症などが存在する。この疾患の痛風という日本語名の由来には、いくつかの説が存在する。まず、痛みが起こる場所、発作の箇所が、まるで風が吹くように足、膝、腰、肩、 肘、手、胸骨など、全身の関節や骨端部を移動し、なおかつ、風が強くなったり、穏やかになったりするように痛みがひどくなったり、和らいだりを繰り返すことから命名されたという説がある。他に、痛みの悪風に当たるという意味で、痛風となったとする説や、痛み欲しさが出ている部分は吹いてきた風が当たるだけでも、痛いから痛風となったとする説もある。 人を含む人化は、進化の過程で、尿酸をキシダーゼを失ったため、プリン塩基を処分するとき、体内では尿酸にまでで処理が止まってしまい、尿酸よりも水溶性が高いアラントイニエの変換は、一部が体内で発生した活性酸素種によって非酵素的に進む程度である。尿酸は水溶性が低いため、体内に蓄積すると、 特に体温の低い末梢部で体液に溶けきれなくなった尿酸が積出しやすい。積出して結晶化した尿酸は炎症を引き起こして痛風発作を誘発する。高尿酸血症の患者にきっかけが加わると痛風を発症する。何がきっかけなのか明確ではないことも多い。健康状態における人体の血中にはごく普通に尿酸が含有されているが、この濃度、 血中尿酸値が何らかの理由により、著しく上昇すると、本来人体が持つ、工場化機能を超えて、飽和解消できず、特に体温が低い側部などにおいて、尿酸が溶解しきれずに尿酸しようとして結晶化して、関節飽内などに付着することが知られている。この状況においては、白血球群のうち、特に好中球が尿酸結晶を攻撃。 捕食活動を行うことが知られている。高中級による尿酸結晶捕食活動が激化すると、その活動による過大なエネルギーや尿酸を抱え込んで死亡した高中級の意外そのものによる影響などから血管壁がダメージを受けて大きな炎症を発生する。当然に当該部位周囲の神経組織をも相当に刺激し、患者は 内側からの激痛を感じることとなる。また、血中含有尿酸の濃度が急激に低下した場合においても、痛風発作が生じることが知られている。これは、好中球が攻撃対象である尿酸結晶の行方を急激に見失うと、対象を探し続けて活動を激化させることによるためとも言われているが、異論も多く、血中尿酸地球降下時の明確な 発作システム自体の解明はなされていない。ただし口述の通り、疫学的には、血中尿酸値の上昇とともに、血中尿酸値の急降下も、痛風発作の要因であることは広く知られており、必ずしも、工場的な抗尿酸血症患者がすべて、痛風発作を起こすわけではなく、そのメカニズムは解明しきれていないが、よく知られている発作のきっかけとしては、 脱水症状に伴う急激な尿酸値の変動、物理的衝撃による結晶の剥落、不適切なタイミングでの尿酸コントロール薬の投与、激しすぎる、スポーツなどが考えられている。アルコールの通院は、アルコール代謝に水が回ることで起こる脱水症状に加え、尿酸と尿酸の競合による尿酸排出の遅れによって尿酸値を激しく変動させ、 翌日朝に痛風を起こすきっかけとなることが多いともされる。あくまで、抗尿酸血症の患者でも、痛風を起こさないケースは少なくないため、引き金となる要因が全て分かっているわけではない。米国で、抗尿酸血症の患者に、尿酸値を下げる薬を処方しないのはその考え方に、基づいているが、抗尿酸血症は、腎臓血石など、 別の病気のリスク要因であることは忘れるべきではない。血清尿酸値に影響を及ぼす、比較的頻度の高い遺伝子として、ユレット1、SLC22A12 が知られていたが、グアス、ゲノムアイド関連解析により、大規模に発見された。すなわち、SLC11A9, SLC2A9, SLC17A1, SLC22A12, SLC22A11、SLC16A9、アブクグ2、LRP2、PDZK1、GCKR、トリム46、E、ウンハブ、インハビシ、SFMBT1、トメム171、ビゲフ、バズ1バイト、STG1、プラキャグ2、HNF4G、A1CF、ATX2、ウベニ Q2、イグフ 1R、ウンファット5、マフ、 HLF などである。これらの遺伝子は一般の通風の発症に関係していると考えられる。この中で SLC の付くものは ATP 結合カセットを持たないトランスポーター、輸送タンパク質であり、腎臓の尿細管に分布し尿酸の尿中排泄に関係すると考えられる。アブクグには主として腸管に分布し、腸からの尿酸排泄の低下により、 高尿酸結晶をきたし、通風をきたすことが示唆されている。このほか通風になりやすい人は、アセトアルデヒド脱水素酵素に特定の変異を持っているとする研究結果も存在する。関節に激烈な痛みが起こり、発石や発熱を伴う。尿酸の結晶は、比重が高く重力に引かれて側部に沈着しやすいため、通風発作 痛風性関節炎は、即死、特に母子 MP 関節に好発する。初発症状は側部であることが多いが、足関節、膝関節から発症することもある。足の親指の付け根やアキレス腱部分などに発作が起きると、痛みだけでなく、歩行困難になり、まともに歩けるようになるまで1ヶ月ほどかかる場合も、ある。その点は、骨折や捻挫と同じである。 発作を繰り返すたびに症状は増悪する。発作の痛みは骨折の痛み以上と言われ、非常に苦痛を伴う。また、次回などに痛風結節と呼ばれる皮下結節を作ることがあり、これが診断の助けとなる。X 線では骨髄腫のようにプンちょっとアウト、打ち抜きと呼ばれる骨破改造が見える。痛風と間別を要する関節炎の疾患としては関節リウマチ。 変形性関節症、偽節風がある。患者の90%以上が男性。最近の疫学的研究によると、アルコールは肝臓で尿酸が作られるのを促進し、尿酸濃度を上げてしまうため、痛風のリスクを高める。特にビールは最もリスクが高く、ワインは飲んでも痛風のリスクを高めないほか、焼酎やウイスキーもそれほど痛風のリスクは高くはない。なお、 アルコール飲料自体のプリン体は食品の中でも比較的少ない方である。尿酸とはプリン体と呼ばれる物質の代謝産物であり、プリン体を多く摂取すると高尿酸血症、さらには通風の引き金となると考えられる。肉のみならず魚に含まれるプリン体も通風のリスクを高めるが、野菜に含まれるプリン体、クが豆類に多いは高めない。また、古く通 加糖は、急速に代謝されて、アシドーシスを引き越しやすく、酸性化で尿酸が積出しやすくなる。フルクトースを、抗生体に持つ砂糖の多いドリンクを週に5から6杯、飲む場合やフルクトースを含むフルーツジュースの摂取も、通風のリスクを増大させる。近年、抗尿酸欠症に関わる遺伝子が各国、含む、日本で発見されている。その他、 精神的ストレスや水分摂取の不足も発症の引き金となる。特に水分摂取の不足に関しては日常的に意識して水分を多めに取り血中尿酸濃度を排尿によって体外に出すことで低下持つことが進められている。2018年平成30年10月10日付の BMJ 支電子版にニュージーランドオタゴ大学のタニャ・ジェメイメジャーシラは 食事の内容は、血清尿酸値に影響は与えるが、一般集団の血清尿酸値の変動に対する食生活の寄与は遺伝的な要因に比べるとはるかに小さかったとする報告を掲載した。高中級の活動抑制、抗炎症薬の投与、鎮痛薬の投与、幹部の管理、緩やかな尿酸の排出、尿酸値上昇要因の排除の後手法併用をもって行う。 現状では、ヒステロイド系鎮痛消炎薬を使用することが多い。例えば、力値 60mg のロキソプルフェンナトリウム製剤を、その投入が不要と認められるまで、おおむね8時間以上の間隔で、経口投与することが多い。ロキソプルフェン製剤服用にあたっては、胃壁へのダメージを避ける目的で、デップレノン製剤、 レバミピド製剤などの胃粘膜保護剤を合わせて処方ることが多い。高尿酸血症患者においては、その治療方法そのものが、すなわち、痛風発作の予防方法のほぼ全てを充足するほか、非高尿酸血症者においても、日常において、血中尿酸の急激な濃淡を起こさないような体調、ストレスの管理を要する。痛風患者は、 発作の前兆を感じることがあると言われ、その時コルヒチンを飲むと発作を予防する効果があるとされている。しかしこの治療法に臨床研究に基づく根拠はない。ただし、発作の初期症状である発作発言部に感じる違和感やごく軽い内部から感じるかゆみ等については、通風発作の初発患者のほとんどがこれを軽微な思い過ごしと見過ごして、 発作を激痛にいる歩行困難となるまで重篤化させるが、再発患者はすでにその初期症状の特徴である。患部の微妙な違和感を体験しているため、痛風発作発生のごく初期に、いち早く診療を受けて、ホルヒチンを処方されようして、激痛が発生する前に、発作の進行を抑制、寛解させるケースが非常に多い。これは、痛風発作の激痛に懲りた。 経験のある患者にとって再度繰り返し過酷な発作をこうむりたくないと考える湯の当然の行動によるものであり、あくまで発作歴のある患者が発作初期の患部の違和感を素早く感知して早期に対症療法を受けたことによる成果であって、前兆、予感等ではなく発作の自覚症状に基づくものであり、その診療経緯は当然に診察医のカルテにも記録されるので、 疫学的に反映させることが可能なものである。通風を来たす作用が極めて強く、一つの遺伝子が通風の原因となる場合、単一遺伝子病と一つの遺伝子の作用が弱く、複数の遺伝子と環境要因が加わって通風を来たす場合、単一病がある。前者には PRPP 合成酵素更新症、HPRT 欠損症、 レッシュ内反症候群などの酵素異常症、ウロモデュリン異常症などがある。校舎には多数の遺伝子があり、蒸気のように少なくとも27個の遺伝子が関係している。水分を多めにとることで、非常な痛みを伴う症状の発生を予防できることは、古くから経験によって知られていた。これは、排尿によって血中尿酸濃度を下げる効果があるため、 関節への尿酸結晶の発生を避けられるためである。特に利尿作用のある緑茶、紅茶、コーヒー等を多量に摂取して大量に排尿すれば、それだけ大量の尿酸が体外に排泄されることにもつながるため、より症状発生の予防ができるとされている。しかし利尿作用も旅が過ぎると、脱水症状を起こして症状が悪化したり、尿路結石ができる可能性もある。 ヨーロッパに喫茶の習慣が伝えられると、通風の症状を緩和できたり予防できるとして、盛んに喫茶が流行、奨励された。なお当時の緑茶が日本、中国などのアジアでしか生産されていなかったこともあり、大変贅沢な両方とされ、オランダが日本産や中国産の、イギリスが中国産の緑茶を独占的に扱っていたため、緑茶が高すぎて手が出せない事情から、 フランスやドイツではコーヒーの飲用が流行したという。紅茶は保存に便利で効果のほどは緑茶と大きく変わらないとして、後々のイギリスにおける紅茶文化発展の元となった。クエン酸製剤が通風緩和に有効であることが医学的に証明されている。したがって、また、尿酸値を下げることが発作のリスクを抑えるという観点から肝機能向上。 中性脂肪を減らし、肝臓内に蓄えられているプリン体自体を減らすと、腎機能向上、腎臓の負担を減らし、効率的に尿酸の排出を促すは、重要な療法と言える。具体的には、散歩などの有酸素運動、低塩分、低カロリーな食事、カリウムを多く含む食品の摂取、十分な水分補給と入浴、睡眠などが効果があるとされる。アメリカにおいて、 尿酸値を下げる効果と、通風発作の痛みを緩和する効果があると広く信じられている。アメリカンチェリーはアントシアニンなどのポリフェノール類が働いていると言われている。一方、アメリカ食品医薬品局 FDA は通風への効能を謳ってチェリー加工品を販売する業者に対し、証明されていない効能をラベルに載せるのをやめるよう警告している。 経験的な民間療法として、スライスした生玉ねぎを半分から一個分、水にさらさずに食べることにより、発作時の劇的な痛みを軽減し、また痛みの続く期間を短くするという説がある。また、日常的に摂取することにより、発作を抑え、通風体質の改善にも高い効果があると言われている。これは、玉ねぎに多く含まれているクエルセチンの炎症抑制効果と、 尿酸の増加を抑制する効果のためではないかと言われている。ただし、生の玉ねぎの摂取は体質によって胃が痛むなどの副作用もあり、この点には注意が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。